して、トラベリングオージャス第1弾の、ゲストでファビアンさんにいらしていただいて、はい、5年目の任期が終わる本当最後の最後って忙しい時にお越しいただきまして本当に感謝でございます、ね、はい、たくさんお話ししていただいたので、あり余る話もありまして動画の方でアップできなかったものはブログの方で裏話みたいな形でご紹介していければなと思ってます、はい、本当にたくさんお話ししていただいたのでどうもありがとうございました。ありがとうございます。今後もね、いろんなゲストをご登場いただく予定でおりますので、はい、楽しみに。よろしくお願いします、はい、スイス特集ということで、はい、スイスのワインですね。有名ではありますけれども、実際口にされたことがある方っていうのも少ないのかもしれないですよね。スイスワインはほとんど国内消費で終わってしまうということで、日本に入ってくる量は本当に少ないんですよね、うん、ですね。お店とかで見かけたことある方少ないと思うんですけど、うん、そうですね、生産量が少ないのと、うん、ね、あとは国内の消費量が多いから皆さん昼から飲んだりするじゃないですか、うん、そうなんですよね。昼夜飲むから消費されちゃう分が多いから輸出に回る分が少ないっていう。でも白ワインは本当美味しいですよね、うん、スイスの。お酒飲める方は飲まないとダメなやつです。まず特徴なんですが、そうですね、はい、すごく軽いですよね。白ワインフルーティーだし飲みやすいというか、あのフレッシュな重い白ワインも結構ありますけれども、危険なタイプなの、ごくごく飲めちゃうタイプの品種はシャスラーという品種を使っているということでして、東部も西部もワイン畑あるんですけれども、ジュネーブの方ですね、ラボー地区というところにあるワイン畑は世界遺産にも指定されていますね。2007年にうん、登録されたということで、歴史はもうジュリアス・シーザーの時代からワイン作りの歴史があるということで、もう2000年以上スイスではワインが作られているということなので、うん、品質的には本当に高品質だし、イタリアワイン、フランスワインに全く引けを取らず、土地の土壌もいいんだと思うんですよね、はい、風土というか、うん、土地そのものが鉱物が多い土地だから、うんうんうん、水晶とか、はいはい、そういう意味でミネラル含有が多い土地なのかもしれないですね、はい、というか、そうそうそう、適しているというか、そうですよね、うんうん、次はチョコレート。そうですね、はい、有名ですけど、私はビターチョコ派なんですよ。やるダークチョコレート派、うんうん、はいはい、甘さの多いチョコレートってあんまり好んでは食べないんですけれども、スイスはミルクチョコがやっぱり売りなんですよね、うん、やっぱミルクチョコを生み出した国っていうのもあって、うん、スイスで食べて結構ハマりました。うん、ダークチョコ派が転向するぐらいのミルクチョコの美味しさ、うん、我々日本人にもよく知られているリンツというブランドは、はい、スイスを代表するチョコレートブランドの筆頭ですかね、うん、高級なのから庶民的なのもなまで幅広く出しているメガブランドみたいな感じですよね、うん、スイスのチョコレートの歴史っていうのはまあかなり古いわけですけども、はい、一番最初は1750年で初めてチョコレート工場ができたと、うん、トップ2がリンツと、はい、あともう一つカイエというチョコレート業界にとってはパイオニア的なブランドがスイスでできまして、はい、前回のファビアンさんのお話にもありましたけれども、スイスというのはイギリスの富裕層に人気のバケーション先 で、うんうん、でね、英国人がスイスに来てスイスのチョコレートを食べて美味しいっていうことで持ち帰って、うんうん、でそこからヨーロッパ中に瞬く間に広がったっていう、うん、スイスとチョコレートの歴史っていうのは非常に密接にリンクしていて、うん、チョコレートを作る過程での発明っていうのがスイスでたくさん、うんあるんですよね。まず板チョコを発明したのもスイス。それまではあのチョコレートっていうとそのインカ帝国の時代にもともと過去があって、もともとは液状で飲むものだったんですよね。王様とか偉い人しかも当時は飲めなかったみたいなんですけども、その栄養剤みたいな、そうそうそう、需要競争とか争、うん、飲み物だったそのカカオを、固形状にすることに成功したのがこのスイス、スイス人といって板チョコを発明したということがまず一つあって、うん、その後にですね、砂糖とあのココアパウダーを混ぜ合わせる機械を作り出した、その機械を作ったことによっていわゆるあの大量生産が可能になったわけですよね、うん、チョコのね。でその機械を作ったのもそのスイスの人です。大量生産できたので一般庶民にも買えるような値段になってさらに普及していったってことになりますよね、うん、
そしてそのミルクチョコレートというのを初めに開発したのもスイス人であります。なるほど。あともう一つ意外だったんですけど、ヘーゼルナッツとチョコレートの組み合わせっていうのを初めてやったのもスイスの人だったんです、私イタリア人だと思ってたんですよ、あのヘーゼルナッツ&チョコっていうのはイタリアの文化なんだと思ってたんですけど、実は最初にやったのはそのスイスだということでした。これも本当天才だと思う。チョコと、まあ、ピーナッツとかチョコとアーモンドとかいろいろありますけど、個人的に一番合うのヘーゼルナッツだと思うんです。なるほど。板チョコを作ったのがスイス人ってさっきお話ししたんですけれども、板チョコだから硬いじゃないですか。それをまた逆にソフトな感触テクスチャーにする技術を開発したのもスイス人。口に入れた途端溶けてなくなるような硬いまんまじゃないっていうか、そうパキっていうチョコレートから口に入れてなくなるような滑らかな食感のチョコレートを作り出したのもスイス人だそうです、なるほど。ネスレという巨大企業がそうですね、スイスにあるチョコレートの歴史では外せない、ね、そうですね。ネスレ本社のビジターっていうのもできるんですかね、見学ツアー的な。そう社会科見学みたいな。なるほど。大人の社会科見学ってすごく面白い。本当にそのトラベリングオージャスの皆さんも本当に楽しめるところなんじゃないかと思うんですけどね。ホワイトチョコレートも作り出したのもネスレさんだということで、チョコレートにまつわる世界初の発明をしたのスイスっていうのがすごくたくさんあるので、今現在そのスイスチョコレートと名乗ることができるのはその製造工程のすべてがスイス国内で行われたものだけに限られてるみたいです。製造工程のほんの一部でも隣のドイツとかイタリアとか国外で行われたものはもうスイスチョコレートとは呼べなくって包装紙に書かなきゃいけないみたいです。それだけスイスの文化、スイスの国民とチョコレートっていうのは切り離せないんですけれども、国際菓子協会というところがいろんな国の国民一人当たりのチョコレート消費量というのを調べてデータを発表されてるんですけれども、世界で一番チョコレートを消費しているのはドイツ、一人当たり年間 11.1kg も食べていると。で2位がスイス。その次がスイス。スイスで一人当たり年間 9.7kg チョコレートを食べると。それを板チョコに換算すると年間一人120枚食べている換算になります。日本はですねたったの 1.7 キロですね、一人9分の1ぐらい。チョコレートいっぱい食べてるからといってスイスの方で体大きな方多いって言ったらそうでもないですよね。ちょっとね、いらっしゃらないですよね。チョコレート自体は太らないんですかね。スイスのチョコレート高級なものから庶民派のものまでもう幅広くあるんですけれども、庶民派の方をお話しすると、スイス国内にまあスーパーチェーン店がいくつもあるんですけれども、大きなのがコープスーパーと、あともう一つミグロというスーパーがあって、これはスーパーの中でも庶民派のスーパー、それぞれのスーパーが出しているオリジナルブランド、まあいわゆるスーパーのプライベートブランド、そのブランドで出している板チョコのレベルが非常に高いです。お値段が非常にお手頃です。なるほど。前回の旅行でもそうなんです。私何十だったら30万以上買ってきたんです。なるほど。でお値段的に1人1枚お土産として渡す、いわゆるばらまき土産、1人1枚あげても全然平気なぐらいのお値段なんですよ。そうそう。だけど帰ってきてまず1枚自分で食べてみたら、あまりのクオリティの高さにびっくりして、これはあげないと、あげるのもったいないと。で全部自分で食べました。食べましたよ。それくらいの高品質なんですよ。なるほど。おすすめです。フレーバーもすごくたくさん揃ってて、一個ずつ見て選んでいくだけで結構1時間とかスーパーのチョコレート売り場でね入れますね。トラベリングオージャス的にはそうです、スーパーも要チェックってことですね。そうですよ。なるほど。そうです。専門店だけじゃなくてスーパーに結構あるよっていう。で日本であんまり見かけない板チョコのフレーバーっていうのがあったりするんで、面白い、こういうのもあるんだっていうのを買い占めて帰ってくる。難点は板チョコって重いんですよ、1枚。あで調子に乗って安いし、はいはい、で美味しそうな、そうなんですよ、美味しそうなフレーバーいっぱいあって、で日本って見たことない味のものがあるから、調子に乗ってその30枚とか50枚とか買っちゃうと、意外とねスーツケースの響くんですよね、重量に。